こんにちは。今日は術後22日目、3週間経ちました。午前中にトレーニングして、3週目でサウナに入っていいって言われたんで、いつも行ってるサウナに行ってきました。めちゃくちゃ気持ちよかった。サウナは1回しか入らなかったんですけど、熱いお湯と冷たいお水に交代浴して、膝を動かしながら、可動域を広げるように意識しました。膝は腫れてます。じゃん、めっちゃ腫れてるけど、まあしょうがない。でも傷口はいい感じに治ってます。歩くのはほんまはドンジョイつけて補助器つけて歩かないといけないんですけど、ちょっとさっきまでアイシングしてたんで置いてきちゃいました。寮は目の前なんで、歩いてもマジ1分で着くけど、今の歩くペースやったら多分3分5分ぐらいかかりそうです。そんな感じです。じゃあね。こんにちは。明日からついに本格的なリハビリが始まります。ということで、病院もソウルやったんで、そのソウルの病院、手術を受けた病院の隣にあるリハビリセンターでリハビリを開始します。